はい、どうも皆さん、こんにちは、名もない男です。ごめんなさいね、ちょっと気がボーボーなんですけど、緊急でね、動画撮らせていただいております。というのもね、今日ね、さっき、これ、言ってきました。クサンプラリー。この緑スーパーさんの企画したやつなんですけど、これをね、これから全部で31件。まあ、30件なんですけどね。最後の1件は決まってて、ここに。行くと。これもね、動画配信しようかなと思って、今回ね、緑スーパーさんに行ってきました。で、私もね、チャンネル登録というか、動画をやってる以上はね、チャンネル登録を増やし続けなきゃいけないなと、いう思いがありまして、今回ね、動かさせていただいた運びでございます。で、ここにね、書かれてるお店さん。まあ、交渉なんですけどね。こういうのを作りました。この QR コードで開いてもらうと、私がこの31件行った、お店をね、すべて場所とか、まあ、順序とかを攻略したね、動画を上げてこうかなと。これ非公式なんでね。まあ、見たい人が見ればいいんですけど、で、置いてもいいよって、っていうお店さんがあって、髪の毛がすげえな。ボッサボサだよ。そう。この髪ね、ラミネートして、各お店さんに交渉しに行くんですけど、これを置いてもいいよっていう、まあ、お店さんがあったら置かしてもらおうかなって。で、一応ね、A6 用の大きさの髪と、こっちがね、名刺サイズの髪です。で、これをね、例えばの話、レジの横に貼っといてもらって、そう。そうすると、まあね、次にどこに行くかっていうヒントが隠された動画が見れますよ、と。そういうのをね、ちょっと作っていこうかなと。で、この結局31件。こちらはね、要はネットワークを作り上げて、みんなで盛り上げてこうよ、と。そういうことのために、今回、この QR コード作らせていただきました。まあ私が言った動画なんでね、私の動画はね、別にどうでもいいんですけど、で、今回ね、まあ、緑スーパーさん、こちら行かせていただいたんですけど、ちょっと軽く買ってきました。あのね、お弁当売ってなかった、やっぱ、閉店前だったから。みたらし団子クリームパン。あ、これ、バーコード消しといた方がいいのかな。みたらし団子クリームパン。なんじゃこれ。すげえよな。これ、プリケツパン。カスカベだからね。クレヨンしんちゃんっていうこと。で、これね、なんかね、これ桃味なのかな？そう。ちょっと値段が高いんだけど、あ、いちごソースだって。プリンパン、いちごソースライチって書いてある。おー、うまそう。これね、ちょっとね、食べようかなと思って、買ってきました。そう、なのでね、緑スーパーさんね、もし、これ企画、SNS で連絡差し上げるんですけど、貼ってもいいよって、こういう動画作ってもいいよっていう許可をね、いただきたいです。もしよろしかったら。他のお店さんもね、これ見たら、緑スーパーさんに、ちょっと、話振ってください。ごめんなさい。お願いします。私の方からも言いますけど。おー。いちごそう、いちごプリンってことこれ。すごいね。ちょっといただきましょう。ん？これがね、こっちにもあったの。柔らかいのかなって思ったら、チョコレートかこれ。やっぱプリン手作りだからめちゃめちゃうまい。ということでね。気楽に食べてるんですけど。結局、ね、すごく忙しいんですよ、今。夜勤になって。で、さらに言うとよ。まだね、二つ溜まってるのよ。ちょっと、くしゃくしゃで申し訳ないんだけど、まずね、一点目、これ。これも行かなきゃいけない。で、これも行かなきゃいけない。三つやらなきゃいけなくなっちゃって、多分ね、もう年内いっぱいこれになっちゃうかもしんない。これだけで60店舗ぐらい行くよね。いやーもう参ったよ。この杉戸に関してはさ、もう2022年なのよ。
ほんと申し訳ない。いや、でも、行きますよ。うん。で、杉戸の人にね、お酒、飲める場所がね、あんまりね、紹介されてなくて、探して行ってほしいですって言われてて、ちょっと一軒ね、いいところあったんで、行こうかなと思ってます。もちろんね、宮代町、こちらもね、一軒お酒屋さん行きたいところあるんで、って言ってもまあ食事がね、できるような、うん、お店なんでね。見ていただけるとありがたいと思います。そう。だから結局、私も動画を見てほしいっていう気持ちもあるんですよ。うん。だからやっぱり地域貢献でね、うん、こういう楽しみ方があるよって。東埼玉ってあんまりさ、観光名所ってないじゃん。正直言うとね。ないというか、道路とかがいっぱいありすぎて、観光名所がちょっとちっちゃめなのよ。他の場所に比べて。だから人数制限されてる観光名所が多いって言った方がいいかもしれない。そう。だからね、いっぱい紹介して、こう、それぞれの人たちがそれぞれの行きたい場所に行けるようなね、うん、そういう一覧サイトみたいなのを作っていこうかなと、うん、思います。まあもちろんね、大宮、川越今行ってます。うん、そこも行きますんで。画面が消えちゃうんだよな、これ。うん。あとね、今月じゃね、今年中はね、ちょっと千葉県も行きたいかな。うん。決まってるんですよ。うん、自分生まれ東京の立川の近くなんで、そちら行くのと、高尾山、行くのと、あと、もう何ヶ月後になるんだ、これ。うん。湘南というか、小田原の方もね、ちょっと紹介できたらなって思ってます。で、千葉県、あんまり行ったことないんで、千葉県もね、行ってみたいなって、うん。思ってます。じゃあね、この3つを終わらしてからになるんで、相当後になりますけどね。うん。よかったらね、皆さん見てください。ということでね、うん。こんなね、バタバタなね、説明になっちゃいましたけど。あ、そう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 。あとね、私ね、この前ね、夢で酒場さん行ってきました。ね、自分的には本当好きな場所なんですよ。内装の雰囲気が。店主さんも結構好きな方なんだよ、私。なんだろう。喋る人には喋ってくれる。俺みたいに喋らない人には喋りかけない人だから、居座りやすいんだよね。ごめんね。ゆめちゃんこれ見ててたら、ちょっと申し訳ない。居座りやすいとか言ってたら、あれ、申し訳ない。迷惑客かよって思われるかもしれないんだけど、うん。だからやっぱね、そういうお店って、やっぱ伸びるのかなって思ったりします。だからね、ここもね、ぜひ行ってみてください。うん。カスカベでね、YouTuber、顔出し YouTuber としてやってますんで。そこも行ってみていただけたらなと、うん、思います。ちょっとごめんなさいね。緊急で話してて申し訳ない。なので、うん、こちらね、次回からやります。で、この QR コードね、結局何が一番かっていうと、私が31件回った後に動画配信した後に、これを乗っけなきゃいけないんですよ。だから、早急に31件回ってきます。これまたすっごい大変だと思うけど。うん。それを、ま、10月1日ぐらいからかな。うん。これをね、レジの横に貼っといてもらったりしてもらえれば、お客さんがね、分かってね、お、これ面白そうじゃんって言って、見て、もしね、参加してくれる人がいるかもしれませんので。うん。ぜひともね、ご協力お願いします。お店の方々。ということでね、本日はね、まあ、動画こんな以上、こんな以上ではですね、本日の動画以上にさせていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。あ、ちなみになんですけど、この動画は10月1日まで残します。あ、違うかな？あ、いいよ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 。そう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 。で、みのりスーパーさんは別にして、31件総集編の方でもう一回載せるんで。うん。
大丈夫です、大丈夫です。これはですね、9月、だから10月1日からだから、9月30日、まで、動画の、上げさせていただきます。ぜひともね、皆様見ていただいて、埼玉、こんなことやってるんだなっていうのをね、認識していただければなと、思います。ということでね、本日の動画は以上にさせていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。待って、めちゃめちゃマシンガントークでした。食ってねえしさ。なんか今、タブレットの音が鳴ってるし、これどういうこと？まあ、いや。お相撲アクション4になって、多分画質綺麗になったからいいと思うよ。うん。